サンタ体サベル島は、ソロモン諸島の北部に位置する島。別称ン体イザベル島、イサベル島、イザベル島。島は、南東から北西に向かって、細長い形をしている。南東に、マライタ島、北西にちょいする島、ニュージョージア海峡を挟んで南西に、ニュージョージア諸島がある。面積は3780平方キロメートルあり、国内の島で3番目に大きい。 イサベル州の中核をなし、州都のブアラが東部にある。島の人口は約3万人。最も高い山はクボにつさんで、高さ1220メートル。ソロモン諸島の島の中では、ヨーロッパ人が最初に到達した島で、1568年、スペインの探検家メンダーニャが三体サベル島を発見した。1973年、厚生省の調査団は、 1942年にニュージョージア島に置き去りにされた27人の日本兵の行方について現地調査を行った。イギリス軍の元ソロモン領域沿岸警備隊長に接触して聞き取りを行ったところ、隊長が武器供与を行った三体サベル島の現地民8人が1942年12月22日、現地民が27人の日本兵と交戦して、 全滅させた記録があることが判明。厚生省の調査団は、三体サベル島で全滅した日本兵は、時期と人数から入場時ア島に置き去りにされた27人で、あると確認した。ありがとうございます。